第8節終了 J1 最新順位とホーム浦和戦のレビューと次節サガン鳥栖戦のプレビューを行っていきます。順位を2つ上げ首位に躍り出たのはセレッソ大阪。広島もここまで負けなしの2位をキープ。前節まで首位をキープしていた町田はヴィッセル神戸に敗戦し3位になりました。そして柏レイソルは7位につけています。注目の東京ダービーは FC 東京に退場者が出て、さらに東京ヴェルディが2点先制するも FC 東京が2点返しドローに終わっています。続いて第8節浦和戦のレビューを行っていきます。スターティングメンバーはこちらになります。アンダー23の代表活動で不在の細谷選手と関根選手のところには小山内選手と川口選手が選出されています。川口選手がスピードのある松尾選手を抑えられるか注目です。豊島選手も初スタメンです。気になる結果は1対0の柏の勝利。柏はストライカーがいないゼロトップの中、前半から多くのチャンスを作りました。前からのプレスがうまくはまり、ついに後半72分、マテウス・サビオ選手からのクロスを木下選手がうまく合わせました。この試合で最も輝いていた選手に贈るアレアレ MVP。第5回に選ばれたのは、川口直樹選手です。昨年の一番苦しい時期にスタメンで出ており、今季初スタメンです。自分が出てもチームは勝利できる、そのことを証明できてよかったと発言しています。試合後の犬飼選手との熱い抱擁は印象的でした。 Good job! 最後に次節ホームサガン鳥栖戦のプレビューを行っていきます。サガン鳥栖は6戦未勝利、現在最下位ですが、リーグ戦ではホームで2014年以来勝ってない相手でもあります。今季は失点が多いため、柏戦までに改善するであろう守備を柏側がこじ開けられるかが注目です。次節この選手に気をつけろは長沼選手です。第8節のガンバ大阪戦ではバースデーゴールを決めています。ドリブルがうまいことも特徴ですが、昨年は2桁ゴールも決めていますので要注意です。リーグ戦7位以上、そしてタイトル獲得という目標を達成できるように後押ししていきましょう。ホームで連勝を続けましょう。最後までご視聴ありがとうございました。毎週月曜日午後6時に更新しますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。